っています。28日新宿駅前ではセクハラを許容してしまう社会に抗議しようとツイッターなどでの呼びかけにより集まった大学生や高校生らが私たちは黙らないなどと書かれたプラカードを掲げスピーチしました。集会のきっかけとなった福田前財務次官のセクハラ問題と一連の財務省の対応には社会全体の問題と捉えて声を上げる必要があるなどと訴えました。国の偉い人とかがそういうことをやって OK みたいな空気になっちゃうと そこで被害に遭った人もすごい辛いし実際に今まで会ったことがある人たちがさらになんかまた苦しい思い出しちゃうっていうのがすごいなんかむかつくというかすごい嫌だなと思います。人が嫌がることはしないっていう単純なことすら分かってれば変われると思ってます。